どどうもじゃどうももです今回はですね写真の銀円プリントを見ていいきたいと思いまあ銀塩プリントをね見ていくってことで今この手元にねずらーっと並んでるんですね。はい、なのでちょっとね唾が飛ばないように今回ちょっとマスクをしています。 あとねプリントにねちゃんとライトが当たるようにちょっと何台かね炊いてるんですよ。そうするとね目がちょっとねしょぼしょぼしてくるのでサングラスしております。<laughs> ち,ょちょっと変 <laughs> 不審者ですね、すみません。<laughs> でもね今日は、ね、しょうがない理由があるのね,、はいえー、とね今日はね話としては以前ねあのコメントで書いていただいた質問に答えたいなということできのこい写真研究所さん、はい、質問をいただきました。ありりがとうございいまますすこんな感じでねいただいております はいえー、僕がプリントを買うときデジタルでもアナログでも気にせず買うかどうかということですね、まあ、要は、まあ、銀塩プリントかデジタルプリントその辺の差別なく、えー、買えますかという風なね質問でした。ありがとうございます はい、それについてね。今日はね。お答えしていこうと思います。まあ、ちょっとまだプリントプリントね。まだ見ていないので、あのサングラス取りますけどね。ちょっとさすがに怪しいですね。<laughs> 自分でも怪しいわ。はい、えーとね。プリント僕はね。作品という形では、あの別にデジタルもアナログも今の時代、どちらもやる価値があるんじゃないか？っていう風な話をさせてもらっているので。 その辺は、ね、別にあの関係なく皆さん好きな方で、まあ、自分がしっくりくる制作方法っていうのが作家にとっては一番重要なのでその辺はなんか僕はなんかアナログの方が一番いいですよとかそういうことはね言ってはいないんですけれどもいざねそういった質問をいただくとあなるほど鋭い質問だなというかね僕は現状では作品というかね写真のプリントを買わせてもらうっていう時はやっぱりね銀塩プリントを選んじゃいますね。 やっぱ銀円プリントが、ね、いいですよ基本的にはねあのそういった意味でもあの僕がね持っているプリントをですね今日は見ていくっていうことをやっていきたいなと思うんですけどもなかなかね言語化しようと思ってもね難しいところではあるなっていうことは感じます。 僕もねあのデジタルプリント買わせてもらうことっていうのは実際ありますあのやっぱ僕と同じような世代の人の作品っていうのはおの、まあ、ずとねデジタルプリントになってきますよねもう銀塩という環境ではむしろ銀塩では作れなかったような巨大なサイズのねプリントっていうのもデジタルではね簡単に作れますよねだからそういう意味ではおの自ずとねデジタルプリントに触れる機会っていうのは増えてはいるし別にそれはそれでありなんじゃないかなとは思うんですけどいざね作品を受け取ってみてみ やっぱね、見え方としては、まあ、デジタルはデジタルだなっていうことをねいまだに感じますねそれはパリほどとかそういったアートフェアに行ってもね作品見てて感じることではありますね僕ねあのどうしてもね当該中なのであの画面上でもね100%の画質をね求めちゃうんですけどプリントもね,ねやっぱね見なくていいんだけどもう近寄って見ちゃうんですよねで近寄って見た時のディテールもやっぱね あの求めてしまうっていうのはあるので、大きくなっていくと、やっぱその辺の粗がね。どうしても目立つなってことは感じますね。ただまあ、アートマーケットにおいては、もはやそういったところはね。あまり差ではないというか、問題集はほとんどされていないっていことは専門家からは聞きますね。なんですけど、まあ、でも僕がね。いざ自分で買うっていう風になるとやっぱね。アナログというか銀円プリントはね。特別ですね。なんで特別かっていうと、まあ、第一に。 もうほぼほぼロストテクノロジーになりつつあるっていうところは挙げられるかなというふうに思いますね、まあ、現状でも全然プリンター作れるんですけどももうそれこそね銀,銀の含有量とかもねもうインガシアはどんどん変わってますよね減ってっている。 昔はすすごく豊かな、えーね、トーンが出たわけですよね銀がいっぱい入ってるってところで例えばじゃあ70年代写真撮ったとでその写真を当時焼いたプリントと、えー、今ね改めてオリジナルネガを使って焼いたとしてももうそれぐらいもう日に日にやっぱその技術がねどんどんロストしていってるわけですよね。 そういう意味では何、まあ、て言うかな、まあ、そこを古く感じるかっていうのは人の、ね、感性のそれぞれだとは思うんですけど僕はやっぱりねなんか今まだ手に入るのであればそのねあとは思いますね,あとねやっぱ今までもねあの何度か動画でやってますけどあの本当にねもう僕にとってはなんか有名無名っていうのはねほとんど関係なくて。 自分がね、好きな写真っていうのをね、集めるのが一番だなっていうことにね、たどり着いたわけですよ。なので、あのそれこそね、ネットアートオークションで買ったプリントっていうところの、えー、プリント、ね、本当にアノニマスの人が撮った写真なんだけれども、自分がグッと来たような写真、これね、集めるのがね、一番ですね、間違いないですよ。 ね、僕は別になんか資産としてプリントを持ってるわけではないのでそのプリントの価値がつくとかそういうのはもうどうでもいいんですよね。とにかく自分が「これやばいプリントだな」っていうのをね増やしていきたいわけですよ。そのね代表例として挙げられるのは以前ご紹介したねこちらですね。 1939年に撮られて新聞ですね新聞に載せるための印刷原稿っていうことなんですよ。ねだからね裏面、はい、見てみるとこういうふうになってるんですね。これねプレスフォト特有ですよね。要は当時載った新聞の切り抜きが貼ってあるんですよ。この新聞に載ったんだよっていうような証拠ですね一つのね。 まあ写,写真のね一部しかねあの残っていないんですけどもまあ比較すれば分かるようにねこの柵ですよね柵のところを切り抜いてでねその何て言うのかなディスクリプションですよねタイトルがねここに入ってるわけですよだからこういうふうに新聞で載った写真のプリントですよっていうふうな証拠もちゃんと載ってるわけですね新聞とかねもうプレス用ですからねからもうこれアートピースとして作られてないんですよごめんなさいちょっと唾飛ぶからやっぱマスクしようアートピースとして作られたプリントではないので はい、必要な機能ですよ、ね、もう本当にこに写真のプリントっていうのは紙なわけだからこうやって書き込めるわけですよいろんなメモをねよく見ていくとこのんだ,だろうねまあ何か指示書きですよねいろんなねここにはタイトルとかねはいここにね「リュードランチ」って書いてあるんですけどあじゃリュードランチかリュードランチっていうふうに書いてあるんですけどそれもねちゃんと新聞に入ってますよねねこんな感じでタイトルが書いてあるわけですよ この辺とかもうなんか染みついてるしあとここねなんかもうあのトリミングの具合とかねこっからの指示なんですよこれ雲はもうトリミングしちゃって切っちゃってこのね人物と柵だけを使うっていう風なねもうなんかラインが引いてあるわけですよもうそれぐらいだしもうボロボロですねもういろんな人がもう触ってってところでねあのアウトピースじゃないですかそういう風な形で作られたものじゃないからもうボロボロなんですよでもなんかその感じが僕やっぱ好きなのね なんか本当に意味があって生まれた写真のプリントだなっていうことでね。アートピースとしてね。生まれたものっていうのものももちろんあるわけなんだけども。なんかそれもなんか僕はなんか第一に意味があって生まれたものっていうのにね。あのー、いいなと思うわけですね。だからね。まあ、こういう風なプリントこれも撮った人は誰かわからないね。その辺のアノニマスが作家の写真をいかにね。面白がって集められるかっていうことはね。なんか僕にとってはね。1つ。 意味があるなってことでやっておりますでもね不思議なことでこれね1939年ですよ。ね ?39 年。ってことは80年前ですよね。80年以上前のプリントなんですよなんだけどこれ不思議なことにねこれね飾ってみてた時は何でか分かんないけど目がいくと「おいいね」って感じでねちょっとね二度見しちゃうのね。おああああんな写真持ってたなみたいな感じでね。 なんかその辺はなんかそこらの印刷物とまた全然違うわけですね改めてね銀塩プリントはやっぱすげえなーっていうことをね思ったし80年前のプリントだからこそのなんかねトーンとかもあんのかなっていうこともね感じたりしましたね、まあ、今フレームから出してますけどねちょっと太陽から当たってしまうと劣化してしまうのであのフレームから外してちょっと今箱を入れてるんですけども夏はね夏日がねどうしても部屋入っちゃうんですよね壁までで来ちゃうので 冬飾ろうかなということでね。一時保管中なんですが、まあ、銀塩プリントをね。一口に銀塩プリントと言っても、やっぱそういう風にね。見えないこともあるんですよ。だから80年前のプリントの銀の含有量なのかね。年月が経っての味が出たのかね。ちょっと分かりにくいんだけども、このね。なんか黒のトーンもね。あのなんちゅうのかな。単純に黒というよりはちょっと茶色がかっているというかね。アートピースとして捉えた時は価値はないかもしれないけれども。 ね、そこを一回取っ払うんですよねマーケット的な価値を取っ払ってその写真がどう素晴らしいかってこととそこに込められたテクノロジーがねいかにもう現代において再現できないかってことも僕にはね見てしまうんですねで。こういうものが手に入るうちにやっぱ集めておくってこともあるなってことを思いますしねうんなんかこれはねデジタルプリントではねなんか立ち上がってこないようなねものがあるなってことを思いますねそれはロランバルトが言うね。 プンクトゥムなのかもしれないし、ね、プンクトゥムって、ね、突き刺すものでしょ写真が持ってる突き刺すような、ね、あの能力ひとたび写真を見た時にもうなんかそれをなんか忘れられなくなってしまう,もう自分がなんか引きつけられてここからなんか嫌が出ているような感じってことを、ね、ローラン・バルトは言ってるわけですねそれを、えー、プンクトゥムという言葉であ表したわけですね。 ね、で写真の読み解く力じゃ例えばじゃこの、ね、写真を見た時にカウボーイみたいな、ね、格好してる、ね、これ女の子皆さん、ね、全員女の子なんですよ、ね、女の子たちが柵の上に乗っかって、はい、タイトルが「ブランディングタイム」ということでそれを観察してるという風な、ね、あのタイトルなんですねだそういうふうな背景を知るとあなるほどそういうふうな風景なんだなっていうふうに、ね、見えるわけですよそうするとそれはそれでこの写真の面白みが一つ分かるわけですよねあそういう場面なんだなっていうことが納得がいくと。 でその納得がいく写真の見方っていうのはある種、スティディウムという,ふうな側面であると、それは人の、ね、教養をもとにその写真の良さを判断する、そういったものがあると、一般的な写真はそういったスティディウムの方で人は、ね、あの見がちなんだけども、それでは解決できない、はい言葉とか教養とかを別として何か突き刺さって、一回、ね、自分の、ね、なんかなんとか資格を通じて突き刺さってきたらもうなんか離れられなくなる、忘れられなくなるような写真があるよねと。 それをプンクトゥムというふうにね彼は言ってるんですけどなんかそういったねプンクトゥムっていうのは僕の一つの考えですけどもね僕の一つの考えなんだけども銀影写真でこそやっぱね確かめられるっていうことをねなんかやっぱ感じるんですよプンクトゥムあのねやっぱ現代アートっていうところになってくると今度はやっぱねスチューリウム的なところがやっぱ強くなりますよねでコンセプトがある作品っていうのは おのずと、ね、社会性であったりとかあとはその作家自身ねアーティスト自身の人生観とかね、そういったものがね、やっぱ反されがちですよね。だそういっったものっていうのはある種何て言うかなデジタルでもなんか通用するんじゃないかなと思うんですけど僕はんかプンクトゥムが発生するような写真のあり方ってなりを通過したものかなっていうことをね感じちゃうんですよ。 僕もしかしたら古い考えかもしれないだけれどもやっぱり僕自身もねきのこいさんもねやっぱりそういった形で銀塩プリントね何でか今でもやっぱりね追いかけちゃうわけですよねだそこには何か理由があるわけでだからね、あのー、この間もね動画の中で話しましたよねネガを通過したリアルさっていうのが銀塩プリントにはあるとやっぱねそれってやっぱ大きいなっていうことをやっぱ感じててやっぱデジタルでももちろんそういった意味では何ていうのかな イメージはコピーレベルで。ネガと同じようにね、出せるとも思うんですけど、銀円プリントの方が。ふとした瞬間、ふと見てみると、やっぱり二度見しちゃうというかね。なんか一回突き刺さって、それがなんか引っ張られるから、見にびちゃうわけですよね、もう一回ね。そういうふうな作用っていうのは、銀円プリントは強いですね。それは感じます。はい、ちょっとね、前置き長すぎますね。すみません、ちょっとね、もうさっさと行きましょう。二画面でお届けしていきます。 まあちょっとねやっぱこういうふうな話ってやっぱセンシティブなんであのねいやそんなこと言ったらデジタル通用しないのかみたいな話になっちゃうかもしれないですけどでもねやっぱまあ今日はデジタルデジタルはちょっと置いといてアナログの良さっていうのをね再確認ですよそういうそういう回ですからね今日はねここにね取り出したるは僕のねアナログプリント銀塩プリントコレクションですねはいちょっと所狭しと入っておりますこれねこれ これ最近手に入れたやつです <laughs> 面しいですよこれ <laughs> これね1ユーロでした <laughs> 1ユーロでもちゃんとほら印刷原稿なんですよこれこれね多分作家の名前かなと思うんですけどちょっとね筆記体でちょっと読めないですね残念ながら読めないんですがここね見ていくとはい、スベンスカダーグブラッデッドって書いてあるんですねこれね スウェーデンの、ね、新聞社らしいですねもう19世紀から続く新聞社の名前でした。で、ここに、ね、コピーライトって書いてあるんですね。だから、まあ、そう新聞社ので使った写真だからコピーライトはそこは持ってるっていうことですね。で、これがね、おそらく名前なんじゃないか、撮った人の、ね、名前なんじゃないかなと思うんですけど、詳細は不明です。で、おそらく1940年代に、 公開されて実際にこれプリントを作られたのもそれぐらいの時代だろうというふうな推定でサーティフィケートあサーティフィケートはないですねそういった形で販売をしてましたねもう全然状態良くて全然ピカピカですねこれはもうねビックリマンで言うね波上ってとこですね波上ですよはい 波よりちょっと上の状態ですね角がね折れてるんでビックリマンも同じ判断ですからね角折れっていうのが、ね、ポイントなんですね角折れがないと備品になってくるんですけどね備品とか極微になってくるんですけどこれは角折れありますから波の範疇ですねでもやっぱプリント自体はね全然折れもないしちゃんとねフェロがけもされてるんでねフェロがけされてるからもうガンガン下もついてますけどねも全然綺麗ですね状態は70年前のものとは思えないだけれども 1ユーロプラス送料って感じですけどねあの運よくライバルがいなくて開始値段で、ね、買いましたねこれ面白くて影ですねこの新聞読んでる男性ですよこれなんだろうこれ裸だねこれよく見るとね <laughs> 陰部は映ってないのでねよかったですけど裸のおじさんがベンチで横になってて新聞読んでるんですねベンチじゃないねこれなんだろうねよく分かんないけどもビーチっていうふうに書いてありましたね で新聞読んでてその影がね面白いじゃないですか,かこれはモノクロになることでそのねパースペクティブをねなんか削って平面化するわけですよねだおじさんとおじさんの影なんだけどなんか二つがくっついてるみたいに見えるわけですねこの手が四本みたいな感じのねなんかシルエットというか違うものに見えてくるってことですよねこれ面白いなと思ってねまあわかりやすい写真の類ではあんだけどもあ一度で手に入ったらまあいいかなっていうことでね、はい、最近の収穫です はい、でこれさっきのねこれやっぱ格別ですね1938年のこのねトーンがねまたいいんですよちょっと映像では黒く出ちゃってますけど実物はねもう少しなんかブラウンがかってるんですよねブラウンがかった感じがねすごく上品でトーンもねちょっとごめんなさいこれ映像では伝わらないですねこれね正直伝わんないんですけどすごい豊かなのがね残ってるんですよ これはインクジェットでは出ねえぞともうどんだけ解像度高いんだよっていうのがね細かさなんですよこのジーンズのねキメの細かい感じも出ててすごいシャープなのねシャープっていう言葉もねもう正しくない <laughs> なんかなんつうの濁りなき現実をね今ねこの,100なんつの80年前の現実に今ね触れるような感じってやっぱあるんですよすごいよねこの感じこれはやっぱデジタルどんだけねそのピクセルというかねあのノズルを 細かくしてもやっぱ出ねえんじゃないかなってことをねやっぱ感じますね。これは見事なプリントですよ。状態もめちゃくちゃなんだけど、もうそんなのもう度外視ですね。でフレーム入れちゃえばもう全然目立たないですかねそういうのはね。いやーいいお買い物でしたねこちらね。はい。続いてこちらはですね沖縄出身の写真家ヘシキケンシさんっていう方がいらっしゃるんですがその方のプリントです。これバラ板なんですよ。 これも見事じゃないですか何がすごいかってこの女性の髪ですよねなんだこれはと山か何かかというふうにね見えるわけですねだこの辺も女性の背中というふうにスティリウムとしてね見ることもできるんだけどもそれを取っ払った時にこの女性とかそういうねその社会的な物差しを一回取っ払った時にまた違ったものがね立ち上がってくるわけですねでやっぱねこの触覚感ですよね この髪の毛の細かい感じが目に刺さるわけですよね。だこれはねなんかプンクティム的なね側面を持ってるんじゃないかなってことでねこれはもうねもう見事だなってことでねこの焼きのね説明とかも残ってますね。これねあのそのねへしきけギャラリーにね奈美さんという方が娘さんがねあの経営してるんですけどナミさんからね特別にこれ譲ってもらって。 これ当時ねあの作られた鹿杵さんが作られた建士さんが作られた写真集ですね鹿番鹿番になるのかなうん、かなと思うんですけどこの女性っていうのはあのね水墨じゃない墨絵の画家らしいですね金城美智子さんっていう方でその方をずっとポートレート撮ってたとねその中の一枚なんですよこの写真っていうのは。こういい。っったた女性だったんですね。はい この女性はずっっとと、ね、長期的に撮ってたと、ね、結構ね写真集の中はねもっとなん,かなんていうかなあの現実に地続きな感じですよね場面があってその人がいてって、ね、近所美智子さんという女性をなんか認識できるようなそういった写真が多いんですけどもさっきのプリントはねその辺でねなんか一線を画しているというかねでもすごいですよねこの眼力がもうすまじいですねこの人ねこの写真も見事ですねこういうの僕大好きですね もうたまんないですね。これすげえ写真だよ。多分なんか制作中、おら作っている時ですよ。創作中の顔ですからね。いやーすごいよね。こういうの切り取れる人っていうのもやっぱ波々ならぬね、やっぱ関係っていうのも二人の中でねあるわけですよね。それもなんかおのずと伝わってきますよね。これもいいよね。これすごいよ。多重ュロコだと思うんですけど、目が4つになってんの。 そういういうな、ね、あの作品というか、ね、光と影の世界写真集ということで金城美智子さんの,、ね、あの写真をずっと撮られていたとその中の一枚なんだけどもこの一枚は、ね、写真集には入ってなかったんですよでもそのヘシキケンシキギャラリーでで展展示示してていたたに展示されてたんですねちょっとねあの特別にというところでご相談させてもらったんですけどもね見事ですねこのチクチクってねこの髪の毛のね感じとかもやっぱね出てますでしょ これどこまでデジタルで出るかなってことはね、やっぱ感じちゃいますね。質感といいね。うん。だから僕は、だからね、例えばじゃあ、この写真をデジタルプリントね、あったとします。僕はね、まあ、それは自分で欲しいなっていうところまでは、やっぱいかないですね。いかないんですよ。なんでなんでしょうね。<laughs> ちょっとわかんないけども、これはね、偽言プリントじゃないとね、まあね、その一線なんかありますね、そこはね。 簡単には言いたくないけれどねあの今で今の時代にね同じことができるかといったらそうでもない時代になってきてますからねだからデジタルはデジタルの良さっていうのも発見していくことが大事なんですけども、まあ、今日は今日はね銀塩プリントの良さをね見ていくってところですからね取り留めのない話ですけどもねお付き合いくださいはい次はこちらね亀山亮さんっていうね写真家の方ですね結構いろんな戦場とかをね一定写真を撮ってきたっていう人で あのね、これは精神病院ですね精神病院の患者さんがその自分のね独房、まあ、なのか何なのかに入っていてでその窓というかね一つこういうふうに開いてたわけですね四角くねそこから神山さん,山さんをね覗き込んでるってことですよ、ねで。お互いに見つめ合った感じを写真に収めてると。 これはですね、写真集アフリカっていうのが出版された、神山さんの、ね、出版された時にですね、こういったプリント付きの,あの形も、ね、販売をしてたので、手に入れたんですね。これ印刷原稿です。写真集のページを作るために、焼かれた、神山さんがね自ら焼かれた印刷原稿という形ですね。これもねうんどうだろう、簡単には言えないかもしれないけど、も、やっぱプンクトゥム的な側面、要は目ですね、人の目っていうのはやっぱ強いですね。 で単純に人の目といっても本当にね育英のねいろんなバリエーションがあるわけじゃないですかその目の見つめ方ねだこのねこの人は、まあ、その人のバックグラウンドは僕はまず知らなかったんであののでもねすごいようにねえすっごい見つめられちゃってんだよみたいな感じでね <laughs> あの気になったのねその目がね見つめてるようでなんかうつろな感じもして空っぽな感じとかもねするんですよね だこのね印象的な目というのがやっぱりなんか僕にとって強烈でなんかね言ってみたらそう,そういうチャンスって写真集でね写真集作りますっていうことでじゃあその制作機とかをカバーしてるためにプリント付きのバージョンっていうのも販売しますよっていう時やっぱりメインビジュアルのものとかねそういうものもやっぱあるのでそういうのを選ぶこともやっぱできたんですけど僕はやっぱこういうのねやっぱ選んじゃうのねこういう1枚みんなが普通の人は選ばないようなねちょっと怖いようなとこなんだけど 自分がななんか引きつけられるような側面でその引きつけられた時の感情が負のものでも僕はいいと思っていてねそれこそ楽しいとか見てて気持ちいいとかっていう感情もありなんだけどもそ,のそうではない怖いとかねゾクゾクするとか気持ち悪い僕はねそっちはねそっちで好きなんですよね。てかその感情のよし悪しで判断するのではなくて何でもいいから自分のね写真を見た時に自分の中から何かを湧き起こるような写真。 そういったものとあの出会ったらそういう写真はやっぱり手に入れるべきだなってことを思ってるんですね。だからこれはそういう一枚ですよ。<laughs> 普通に飾るにはちょっとねあのちょっとすごい迫力なんですけどもね。これはどうだろうでもこれはでもデジタルでもねなんか伝わるものもあるのかな目の、ね、形ってところもあるからねこれがデジタルで焼かれたらどうかってことを考えるどうでしょうね。ちょっっとと、この辺になってくると なんていうのかなその写真自体のナラティブな側面の方が強くなってくるので、まあ、要はその作品その一枚の背景とかこの物語の、ね、前後ってものをなんか感じさせるようなそういったものの一枚っていうところもあるのでもしかしたらそういったような写真っていうのはデジタルでもいけるのかなってことは感じますねはいどんどんいきましょうはい次ねはい次はですねおなじみのドアノ先生ですねロベル・ドアノ先生のね、はい、写真ですこちらは タイニードレッシングルームオブザアーティストってことで役者たちがすごく狭いドレッシングルームの中にいるよとねゼーズオンリーワーそういった部屋は1個しかなかったようなねあの劇場でねもうみんな押し詰め状態でねこうやってやってるわけですねそういうふうな瞬間を撮った写真ということでこれもやっぱりステディウム的なところですよねその写真の背景をみんなおのずと分かるわけじゃないですか、ね、でそういうふうなことは分かるためにこういうふうなキャプションがあるわけですよね それを知ってね写真見て文章を読んでああなるほどわあっていうことですよね面白いなっていうふうな写真ですよねステリィング的な側面もやっぱあるんだけれどもやっぱりねあの僕にとってもやっぱこのね髪の毛っていうのはすごくねあの作用ありますね触覚的な作用がやっぱありますよこのカールした髪とかねいいですねこのストレートの髪よりもこのくせ毛の感じがねやっぱり目に刺さりますね でこの写真の場合は手前の人がボケてるんですよ。ね、手前の人がボケててピンとが合ってるのはこの後ろのねブロンドの女性の手ですねここの手ここにピントが来てるんですよこれがやっぱ絶妙ですねここのこの手にもね来てますねこれはこの男性の手なのか分かんないですけどとにかく手にピントが来てるっていうのはすごくねやっぱうまいなって思いますねやっぱ手っていうのはすごくね触覚的な作用なんですよ で人の目っていうのも僕のね持論ですけどねあの人の目にもあ、まあ、深須さんもねそういうことを言ってたので僕はそれ影響彼の影響を受けてるわけなんですけども人の目っていうのは触覚的作用があって視覚を通じて何か触れるような感覚があるでそういうふうな能力を持ってるからこそイメージののの中でで手とか髪の毛っってていうものはすすごくく、ね、目に刺さってくるんですよねそういうふうな作用があるからこの、ね、あのでもそういうふうなものっていうのは無自覚的に見てると思うんですよ。ね 手だとか髪の毛だっていうふうに見てないくてこれ全体を見てる中でそういったものが作用としてねチクチクくるんですよ目の方にねだこれはね絶妙にその手とねこの髪の毛のディテールにピントがきてるんですよね人の顔うんぬんっていうよりもね、まあ、顔もね来てるんだけどももう一度ボケてますもんね顔はねまあこの来てるといったらこの男性かこの男性つけひ,ひげをした男性の顔にピントがきてるんだけども僕はこの男性の顔よりもやっぱこの丁寧にねすごくねあの感じるものがありますね そういうものがあることによって何かね写真がねあのなんていうかな見てる方に突き刺さってくる感じあとこのここですねこの服チェック柄のね服とかもね効果ありますよこれだこの辺でやっぱ絶妙ね巨匠っていうのはすごいはい次行きましょう最後はですねカラーですねこれはねたつきさんのプリントですたつきまさんの「魚人」っていう風なねあのシリーズがあるんですよ蜂の毛でね まあそれはねコミッションワークという形で作られた作品なので彼自身はなんか自分の作品のなんていうかなスピンオフ的なことあの側面としてね位置づけとして捉えてるんですけどこれやっぱすごい好きでねこれいいじゃないですか。あこれそもそもねテストプリントは何なのかっていうとねやっぱアナログの場合って焼き具合を確かめるっていうことがまず最初に必要で。 ね、最初にそれこそ何十枚も焼いてみてそこから自分の好みのトーンのものをね選ぶわけですねでそこに至るまでに、ね、それこそ一枚一枚の大きなねプリントを使って焼いてたらねコストがバカにならないとだからこうやってプリントをね一部破くんですよ、ね、こ破,く破いたあとありますでしょこういう形で何分割かしてでそれを使って焼くわけですね,ねでそれの具合を見てあの自分が気に入ったものがあったら本ちゃんを焼くと。 これはテストピーステスストピースって形なのですごくねお求めやすい価格でね彼がねなんか自分の車でねいろんなところに出張してあの販売してたんですねで僕はそれ知ってもう誰よりも先に行ってあの自分がいいなと思うのをね選んだわけですね。たつきさんからも「お前ともちょっとそんなにいいやつばっか選ぶなお前,お前だけじゃねえだろ」という,うにね言われながらですね僕はこの3枚を選んだんですよ。ね でね、やっぱこの一枚はその魚人の中でも、まあ、メインビジュアル的な一枚ですね実際にはねもっと写真はおっきいんですよおっきくてねそれこそね現地の漁師が釣ったイワシですねイワシをこうやってもう頭ちぎるわけですよね要はイワシっていうのはすごく柔らかい魚だからそれこそ包丁なんていらないわけですよ、ね、昔ながらのやり方でちょもうその場で調理をしちゃうとその場面をタスキさんは撮ったわけですね でそういった場面というのはそれこそねもしかすると縄文時代、ね、それこそ今から1万年以上前ですよね1万年以上前の縄文人もイワシを捕まえたらこうやってね調理をしてたんじゃないかっていうところでなんかね彼はねたすきさんはやっぱ東北地方をずっと撮ってるわけなんですけども東北なぜ撮ってるかといったら東北にねなんか時たまね浮かび上がってくる縄文時代とかのもはるか昔の太古ですよね。太古ののの日本人の姿というのを何かね。 先祖として見るってところが彼のね。作品として一つアプローチとしてあるわけなんですけどね。だからそういった側面として、この一枚はね。すごく重要なんじゃないかっていうことを思うわけですよね。ふと現代の遠くの人々のね姿所作から浮かび上がってきたわけですよ。ここがね、やっぱね。彼はね。ずっと探しを求めているわけですね。そういうのは、ね、やっぱ時間かかりますよね。 いろんな出会いとか、ふとした瞬間に自分が気づくわけですよね。その気づきを写真に収めるってところですよね。だそういうふうな一枚なわけですね。はい、ちょっと全然違う話になりますけどね。<laughs> はい、だこれはカラープリントで、まあ、テストプリントなんだけど、やっぱね、こもってますね。<laughs> 簡単にこもってるなんて言えないですけどね。言えないんだけども、いいですね。これテストプリントならではのね、良さというかね。かこれ すごいイメージとしてはやっぱ大きいわけですよ実物だっても相当大きいですよこれ多分ね相当大きい版のねテストプリントなわけですよ一部をね切り抜いてこういうふうに作り上げたテストプリントなんだけどもやっぱそのね感じがねやっぱ出てますよねでもこれはねやっぱ縁があるというかねずっと辰きさんを追っていく中で手に入れた3枚なんですけどこれはやっぱ触覚作用ねやっぱ目っていうのねイカか,かなんかの目でしょうかね ね、やっぱすごい突き刺さってきますよ、ね、もう中はねもう闇なんだけどもねこのタコにしてもこのシワの感じが触覚感あるじゃないですかねさ生き物ってやっぱすごいそういった触覚感やっぱありますよねで漁で捕まえてるっていうふうな場面ですからおのずと漁師たちの触覚感っていうのも写真を通じてねなんかやっぱ伝わってきますよねそれを扱う人々のね所作からもねこういうふうなね所作からも伝わってくるしねこの網とかね すごく触覚が強いですよ。狩りっていうものはね。あの銃を使ったものにしてもね。それを打つってことだから、量にしてもね。あ、海の方の量にしてもね。やっぱありますよ。人の手が加わるようなね。そういった所作が加わる行為を取るっていうのは、すごく触覚的な作用があるんじゃないかなっていうことで。はい、この3枚もね。ご紹介できればということでね。お見せしました。 はいととううこででねプリントを見ていきましたどうでしたどょうかちょかちっと突発的に話してるからちょっとどこまで、ね、伝わるか分かんないですけども、はい、あのそんな感じでねあの、まあ、今日はプリントでねなぜアナログなぜ銀円プリントがやっぱりねあのいいのかってところでねお話をさせてもらいました、ね、ちょっとまぶしいやちょっとこれサングラスしますねちょっと <laughs>、はい、今の時代は写真集を作るってことがとてもねあのハードルが下がりましたよねそういう意味では写真集を作るってことはすごくみんなうまいんだけども 一枚絵として写真を完成させるこれもね一つねやっぱ写真家に課せられたことなんじゃないかなってことを思うんですよ。ね、写真一枚でポンって見せられた時にその写真の良さってものを何なのかってことを考えるってことはなんか写真をねあの撮ることにも通じるんじゃないかと思うんですけどあのやっぱり、ね、ヨーロッパで見てるとすごくね教養高いあのアカデミックな作品いっぱいあるんですね。で僕は今そういうふうな作品からものすごく影響を受けてるしそこからね勉強もさせてもらってるんですけどもやっぱね見てて 時々ねやっぱね物足りないそれこそねヨーロッパの写真っていうのはやっぱナラティブなものがもうとてもね多いんですねやっぱり、ね、ナラティブっていうのはそもそもやっぱ絵画ですよね 絵の中で、ね、それこそ宗教的な視点をももつ持つわけですよね。ここには何の意味があってどうのこうのということを絵の中で表すわけですよ。一枚の絵っていうところなんだけども、そこには物語を感じることができるわけですよね。そういった意味で、ナラティブというふうな考え方がね、やっぱりヨーロッパの方では強く残っている。だ作品を作るっていうときにね、写真においても、ナラティブな視点っていうのはすごく、ね、重要視されるんじゃないかなとも思うんですが、僕はなんか、なんていうかな、あんまり物語る写真っていうのは、 あの視覚的なグッとくる部分につながらないのでなんかねいつもそこがもどかしいっていうことは感じますね。だからあのでそういったね戻りますよちゃんと話に戻ってくるんですけどもそういったナラティブな作品っていうのはある種僕はデジタルでも全然通用すると思うんですよ。 でもプンクテム的な側面っていうのは,僕はやっぱね銀塩プリントの方が強いんじゃないか得意なんじゃないかなっていうことを最近ねあの言葉としてなんか自分の中で、ね、まとまっていますね。なのでねちょっと話が長くなっちまったんですが結論として僕はねその理由としての部分はやっぱり写真のプンクテムが大好きだからってことですね。<laughs> 突き刺してほしいんですよ。 もう一回見たら忘れられないようなイメージっていうのはやっぱねその辺のやっぱアナログの良さがあるんじゃないかなっていうことはね思いますでもねそういうことももしかしたら美学の範疇の考え方かもしれないけれども何かできるだけ自分がね持っている言葉で今日はちょっとね説明をさせてもらいましたはいということでね質問ありがとうございましたまたこういう感じで,ですね質問をいただけましたらこういうふうに動画の中で取り上げさせていただきますので 是非、ね、コメントお気軽に書き込んでください。じゃあ今日はねこんな感じです。はい動画の方少しでも面白かったら是非ともですねグッドボタンよろしくお願いします。それではねまた次の動画でお会いしましょう。それではまた